本当にソニーがやると思った、その時。実物見るまではないと思ってたんですけど、実物見たらこれはみんなすごい、これに惚れちゃうと思ったんで、ありえないって、この銀色の箱の中で何が起こってるのとかって思いました。最終的にプレステ版って何で売れたんでしたっけ？1億2000とか2000とかだと思いますか？2が売れたんですよね。そう、2が1億5000超えてますよね。1億売れるって最初から分かってるよね。なんで、いや誰も分かんないですよ。いくぜ100万台だもん。そうなんとか100万台。当時僕はソニー あのハードウェアの方、ソニーコーポレーションの方 の経営企画みたいなところにいました。まあ、その経営企画もエンターテインメントビジネスを見る経営企画、映画だとか音楽がソニーが買収したばっかりだったので、そこにいた時に、まあ、いろんなソフトウェア、エンターテインメントとあとハードウェアの案件が出てくるんですけど、そこで、あ、こういうプレイステーションっていう問題が出てきてるぞっていうのを聞いて、その時の一番最初っていうのは、まあ、あの当時あの任天堂さんとやってたあの話がちょっとなんかいろいろトラブルがあるぞっていうことで、まあ、あのきっかけに参加したっていうのは最初です。まあ、僕が任天堂との話がブレイクした後に、そのちょうどその時に入ってるんで、あんまり知りはしないんだけど、ただもうソフトではフォルテッサっていうゲームは作ってたよね。CD ロンベースで実際シューティングのゲームなんだけど、それは1本作ってて、もうほぼ完成してたんじゃないかな。それで、まあ、本当に出るって言って契約も あるのに、まあ、山内さんの決断で、これはやらないっていうふうに、ある意味一方的に言われたはずなんだよね。そうですね。だけど、まあ、じゃあ本当にじゃあこれどういうふうに対応するのかっていうところで、まあ、ソニーとしては、まあ、訴えることも含めていろんなオプションがあったんだけども、まあ、あとサウンドチップ売ってたからね、うんうん、だからそういった意味で言うと、やっぱりリレーションは、まあ、取って、まあ、しょうがないっていうふうなところで一応泣き寝入りをしたんだよね。だけど、まあ、あの時やってたらタラレバってたくさんあるけどさ、セガともたらればあるし、いろんなところとたらればあるけど、一緒にやっててもうまくいかなかったんじゃない？どう？文化違わなくないの？まあ、でもその後ね、任天堂はそのアメリカのシリコングラフィックスと任天堂64を作るってだから、うん、シリコングラフィックスとやるよりはソニーとやった方がうまくいったんじゃないかなと思うんですよね。のならって勝負決めましたね、あれで。あれがで勝負決まったよね、やっぱりね。あの時実はね、スクエアの社内で、うん、まあ、任天堂ちょっと難しいと、うん、どうするかと、社内のプログラムほとんどがセガだ、うん、って言ったんですけど、うん、もう見たんですよ、マニュアルを、うん、セガサタンのマニュアルとバインダーだったんですよ、ね、うん、僕プレスでは結構中身よく知ってたんで、うん、全部製本されてるじゃないですか、うん、どう考えたってその情報の整理のされ方が違うと外部の人間が開発するのに、こんなバインダーじゃ開発できねえよみたいな。なるほど。だってバインダーって変わるってことでしょ。うん、そうですね。で、もうどう考えたってプレステしかないっつって、うん、でプレステに行ったんですけど。昔コンピューターグラフィックスのシステムを販売している日面グラフィックスってところで勤めてまして、まあ、たまたまそのユーザーの方が一人が、そのソニーのプレイステーションの立ち上げをやってる担当の方で、何かデモを作りたいと、でプログラムを何か作ってほしいということを言われて、話を聞きに行った時に見たのが初めてですね。北米に
新しい開発の拠点作るっていう話があって、それに、立候補した直後に、その話がなくなり 3DO が触れるような開発環境として、でちょっと試してみて、ところが今一つだった中に、さらにもそんなんじゃない、もっとすごいのがあるよって噂を聞いて、お前触ってみないか、当時の上司にですね、いやでもぜひともって話をして触らせてもらいました。僕はもともとソニーに大学卒業して入って、で海外営業っていうのを部署を やらせてもらっていて、その後まあデザインセンターで障害みたいなことやってたんですけど、当時の海外営業の最初の上司にですね、まあ、そろそろちゃんと本当のビジネスやった方がいいんじゃないの、に戻った方がいいんじゃないのと言われてですね、ちょっといろいろ考えたんですね。で海外営業に戻るって言っても、もう同期とかみんな海外の駐在になってて、まあ、その子に遅れてもまた出戻りも嫌だったんで、何がいいかなと思った時にですね、あで自分ゲームやっぱり好きなんですね。でコンピューターのゲームとか、よくやってたんで、あじゃあそのプレイステーションローンチされたんで、日本がまず最初だったんですけど、じゃこれから絶対海外だろうということで、じゃ海外の立ち上げとかはおそらく人材必要なんだろうなって勝手に思ってですね、行きたいなというふうに思ったのが、まあ、きっかけですね。海外は人数少なかったもんね。少ないも何も国際部って3人ですよ。それで全部回すんだもんね。いやーひどかった。何にも決まってないんですよそれが。で、あの当時って言っておられたその SCE のアメリカって資本関係がないんですよ。そうそうそう。SCE のジャパンと。最初。アメリカの子会社だ。ピクチャーズのソニーピクチャーズの孫会社のソニーイメージワークスの名前を変えただけだったんですよ。ああ、そうだ、ね。スーサー、まあ正式に言うとスーサーをしたんだけどね。それで、要はだから、ね、自分はレポートラインないと思ってるんですよ、アメリカの社長が。そう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 。それでスティーブ・レイスね。スティーブ・レイス、懐かしいですね。その名前出していいのかね、はっきり言って。いいですかね。スティーブ・レイスっていう人がやってたんですけど、すべて、くたりさんが否定するんですよ。そうそうそう。なんかその文化ってずっと残ってたよね。いや、まあね。やっぱりアメリカのシリコンバレーというカルチャーはまだ当時なかったんだけど、そこら辺で雇われてて、なんで1階 のプログラマーというかエンジニアが俺にいろいろ言うんだっていうのがあったんですよね。でね、ソニーの本社まで話を言って、その当時はソニーアメリカって評判悪くたってやってミッキー・シュルホフっていうのを聞いてたんですよね。で、大賀さんとかその辺がちゃんと全員の競技制にするっていうふうにしたんですよ、無理やり。だからスティーブ・レイスがそのくたりさんの言うこと聞きたくないって言うから、うん、でもそんなのくたりさん守るわけないじゃないですか。そんな名ばかりで全否定で結構大変だったよ。でこれはパーティーでもね言いましたけど、ポリゴンマン、ポリゴンマンね、 E3 で初めての E3 でプレイステーションをやっぱりその代表するマスコットがなきゃいけないってアメリカマーケティング考えたんですよ、うん、でプレイステーションのマスコットなんかいらないと。プレイステーションっていう名前があればいいっていうんだけど、アメリカでリサーチすると、うん、プレイステーションっていう名前がすごい子供の名前なわけ、ね、プレイとステーションでしょ。だからまあ多分マーケティングが好きなスティーブ・レイスはそうです、ね、ポリゴンマンっていうエッジの立ったキャラクターを作る、ね、紫色のキャラなんですよ。でポリゴン作ってきてて、そうそう、なんかね、パキパキしてる。でここに吹き出しで、もう忘れちゃいましたけど、日本語喋ってるんですよね。そうそうそう。日本語のセリフわざと。忘れちゃったっすよ。それやんなくてよかったんだ。それはやんなくてよかったんだ。それを見た瞬間に、くたりきさんも激怒して、速攻アメリカに飛んで、で、アメリカからポリゴンマンは死んだって言って、で帰ってきたんで。いや、それはね、パーティーの時なんですよね。だからポリゴンマンの絵は消せなかったんですよ。いつも商品。まあ当時は任天堂が、まあ、日本ではドミナントだったんですね。それでアメリカではまあセガと任天堂だったんですけども、結局くたらぎさんが構想してたところで言うと、やっぱり今までのものとは違う 3D のゲームっていうものを出して、まあ、全く違うレベルのものを作るっていうことと。
ソニーミュージックから来たあのグループはやっぱりこの新しいハードウェアで、まあ、ゲームの文化を変えるっていうような意欲を持って考えたようなプランをですね、まあ、簡単に言うといろいろ作りまして、まあ任天堂はどちらかというと、まあ、サードパーティー の, あの出せるゲームの数って3つって決まってたんで、でパートナーの数も限られてたんですね。まあ、ソニーの場合にはいやあの CD ロムになるし、あのそういってみるとリードタイムも早くなるし、でいろんな会社とたくさんのゲームの種類があっても新しい文化を作れるというふうなあの気概を持って、こういうふうにやったら、まあ、任天堂をと、まあ、対等にもしかするとビートするようなプランになるんじゃないかっていう、もうプランを作ったっていうか、まあ、やったわけですよね。まあ、ハードウェアではこういうチャレンジ、ソフトウェアっていうかエンターテインメントのゲームの方ではこういうチャレンジがあるっていうのを出して、あと例えば流通は任天堂がこういうふうに抑えているところを、まあ、こういうふうなインフラを使えば対抗できるだとか、そういうふうな何ていうかこうプランを作って、まあ、当時の大賀さんっていう大賀社長っていう方がいるんですけれども、まあ、その人にプレゼンをして、そうするとその当時の大賀さんっていうのが、まあ、有名な言葉になってるらしいんですけど、実際僕もそこの場にいましたけど、 Do it って言ったんですね。やっちゃえと。その時に大賀さん自身が、まあ、ソニーとソニーミュージックのジョイントベンチャーで会社を作れと、ソニーの下においてもソニーミュージックの下においても機動力がないし文化が違うという指示までされて、まあ、びっくりしたんですけど、まあ、そういうふうな形で始まった感じですよね。あの内部のあのスペックができた時にはソニーの半導体のグループは絶対できないって言ってたからね。できないと、要するに動かないっていうか、うん、まあ、そういうふうな話もあって、まあ、その後いろいろ北垣さんがさ半導体のグループに対してさ、いろんな思いがあったと思うんだけどさ、あそういうふうなこともあって、だから結構この社内あの値段でできるのかとかね。いや、そう、僕びっくりしました、うん、だからあの値段でね。最初そのね、まあ、恐竜動かすっていうんで、うん、そのデモ機を見せてもらった時に、うん、なんかでっかい箱に入ってたんですよね、うん、でこうテクスチャーついてるやつが変形しながら動いてるわけですよ、うん、えこれ何これみたいな、うん、でこれいくらで売るのみたいな、100万200万あんのって、そう、うん、当時あのシリコングラフィックス の, あのパーソナルアリスの 25TG っていうのがテクスチャーつきで動いたんですけど、パーソナルアリスよりもパフォーマンス良かったと思うんですよ、全体の線内、うん、で当時パーソナルアリスのテクスチャーつくやつって1000万ぐらいするんですよ、うん、でそれに対して売り値8万とか最初言ってたじゃないですか、うん、最終的には4万円になるんですよ、ね、4万だからね、うん、アメリカでは299だからね、そうですよね、299でバンドルしてんだからね、そう世の中変わるなと思って、うん、はい、ね、だそう言ってみるととんでもない、うん、あれだったと、あとにも先にもあんなに直行性の高いハードウェアないんですよ、うん、でもね、どれぐらいの期間作ったんだっけ、実質アーケードはやっぱり1年ぐらいかかってると思います。でそこから3ヶ月で移植全部しちゃってるんで、その。で3ヶ月やった後、さらに半年以内に鉄拳2の業務を出して、そこから半年後に鉄拳2の家庭だったんです。すげえ。なのであの時期は俺の許可なく帰るの。で休日も帰らせなかったんで、みんな。今から行ったらね、大変なことありますね。でもそういうことが普通に起こってたな。そうです。そういろんなところで確かに。自分が帰るときには、すみません、ちょっと着替え取ってきますって言って。何人ぐらい？お前ら寝に帰るんじゃないよな。必ず言ってるから、自分も言えなくて。すげえチーム。FF もね、すごかったですね。でも FF ね、実質ね、開発期間10ヶ月ですよ。すごい、そうなんですか。12月ぐらいまでツール作ってて、うん、1月ぐらいから、まあ、プロダクションが、まあ、回り始めて、うん、で10月からもうモニター開始ですから、うん、ねえ、トバルナンバーワンになんか変な あれつけてね、あれをだから5月かなんかにあったなあれですよ、鉄拳チームですよ、違った、それは触れてほしかった、もっともっと鉄拳
バルが当時あのゲームはほとんどのものがあの 2D のスプライトを使ってまあキャラクターを表示してゲームが進行していくってタイプだったと思うんですが、まあそこにポリゴンという3次元の技術が入ってくるわけですね。ただそのポリゴンの能力っていうのは過渡期だったんで、まあね、まあ当時 FF7 のクラウドの手は四角なんですね立方体なんですよ。まあこんな中でどうやって表現していくのかと、まあそういったところにやはりあの工夫が必要で、あと実はあの一番苦労したのはそのアニメーションのデータですね。モーションのデータというのはかなりあの大きいデータになるんですが、まあこれをいかにコンパクトに表現していくのかと、まあそういったところが課題で、ただまあね、技術はどんどん進化していくわけですから、まあそのプレイステーションがきっかけになって、まあ3次元がどんどんゲーム業界で採用されていくだろうなっていう感じはしてましたね。やったことないことをやるっていうのはいろんな意味で自分たちにとってはその CD でゲームをリリースするっていうこと自身もで、 CD ってもともと音楽のせるものだよね。それは DA で XA ってフォーマットもあるんだよってこと自身も知らないような状況からスタートしてた。で今までやっとロムを量産してもらう工場に持っていくっていうのに対して CD ってそれこそ音楽業界が使うスタンプ工場にで量産してもらう、そのためのラインを抑える。マスクロムってすごくこう足が長いんですね。あの物を作ってそこから納品してもらうまで数ヶ月かかってしまうに対して、それこそ数日で、まあ数日は言い過ぎかもしれないけど数週間で大量生産できる、ここも大きな変化だったかなと思います。まずゲーム機っていうなんかコンセプト変わりましたよね。それまではまあスーパーファミコンとかメインだったんで、まあデザイン的にもかっこいいし、あのコントローラーもこうなんていうんですかね、立体的だったし、でメディアもシンドロームだったんで、まあ全然そのなんていうんですか、今までのゲームの概念がプレステの出現によって変わったっていう、もうかっこいいものになったっていうのが一番じゃないですかね。当時 SC の、 そのエンジニアに対して質問をこう受け付けてくれる、そういう大きな20人、30人ぐらいですね、一つのミーティングルームに集まってそういう場を用意してくれて、で自分たちもあれ聞きたいこれ聞きたい、その質問を用意してあって、ビデオメモリのキャッシュミスって何サイクルのロスになるんですかって質問したときに、ハードウェアのエンジニアじゃなくてくたらぎさんが答えちゃうんですよね。っていうか質問の半分ぐらいはくたらぎさんが答えちゃうんですよね。この親父何なんだってみんな思ってましたね、あの時は。あの鉄拳のまだ発売される前、カテオンもまだ出てなかった時期に、アーケードの邪魔ショーに出したんですよね、うん、その時にくたらぎさんが見に来てくれて、ちょっとなんか午前中ゲームが動かない状態だった、ひどい状態で、それ午後になってやっと動くようになったっていうのを見てもらってひどい状態で、でこれさ山ちゃんこれあの誰か行かせるけどどうって言われた時にすいませんお願いしますって言ったら、その日の夜に鈴木さん来てくれて、で鈴木さんがうちに新婚だったんですよまだ電話してて、ごめん今日帰れないから埋め合わせするからっていう電話を横で聞きながらどういう埋め合わせか分からないけど、はい、で朝までに今日5つ持ってきましたから、うん、これのどれかでうまくいくはずです、うん、でハードの相性だった、いろいろとあのあったんですけど、で最後に朝になって5時半ぐらいになって4つ試したけどこれ最後が1つですとかって始めてくれて、もうヘトヘトですよみんな、本当に寝てないし、でもそこでこれうまくいってると思いますけどちょっと見てもらえますとかってみんなでそれを検証してみて、おすごいとかって、これでかなり負荷が下がってる、これならいけるとかって、え何が違うんですかね、いろいろなそのなんていうんですかね、あの不具合を回避するためのパッチをうまく当てるっていうのが、じゃあハードの問題じゃなくてパッチの問題、そうですね、どちらかというとですね、
それをいっぱい用意してきた中の最後の一つがうまくいったみたいな。ちょっと私、まあ、だからもう鈴木さんに まさにこう、さらにこう、もう一生頭上がらない状態です、本当に。はい、いや、僕、くだらけさんの話で一番覚えてるのは、うん、プレスの開発機がメモリーが8メガあったんですよ。うん、で、これ最終の製品に何メガにするんだってすごい揉めてたんですよ。そうですね。でも4メガしかないだろうと思って、現場みんな4メガって言ってたんですけど、くだらけさんは1メガって言ってたんですよ。1メガ絶対無理みたいな話でなんか2メガで収まったんですけど、うん、あれが4メガあったからな思いますね。それはそうですね、僕の仕事は楽だったな、はい、あでも逆に1メガだったら終わった1メガだと絶対無理、もう絶対無理ですね、うん、まあその FF7 作った後ぐらいから下谷さんともあのお会いする機会が増えていったんですけども、まあそうですね、いつもその多分下谷さんがおっしゃられてるのは、もっとあの大きな、まあ、ビジョンを持てとか、まあ、目標をもっと高く持てっていうことだったと思うんですね、まあ、僕の方が、まあ、いろんなその技術的なこの細かいこととか聞くとそんなことばっかり言ってからダメなんだとよく叱られてましたね。でアメリカではもうみんなこんなことやってるんだからそんな小さいことをこうちまちま言ってるんじゃないみたいな、ビジョンっていうのはやっぱりそれ加谷さんやっぱり自分の信じてることを突き進むっていう感じなんで、そこにはあんまりアーギュメントはなかったと思います。で、まあ、思ったことをバーって言うんで、まあ、誰もみんなあの人の話聞かない人だなと思ってたとは思いますけれど、ただまあやっぱりその頭の回転がやっぱ早い方だと思いますね。一個案件があって、取締役会に韓国からお邪魔して、で加谷さんなんかコメント言うとその僕らがそれを理解できなくて、周りの役員の方も助け舟出してくれるんですけど、それでも僕らは分かんなくて出直しますっていうのを、3週間連続でやったことがあります大変でしたけど、3週間目にやっとあこういうことじゃないかなっていうんで、お邪魔して決済いただいたんですけど、なんで3週間連続で日本と韓国行ったり来たりっていうのをやりましたね。なんでそのくらいやっぱあた、まあ、こっちがちょっと頭がのろいのかわかんないですけど、まあ、あの本当に2歩3歩先のことを質問されるので、そのくらい準備しておかないと何ですかね、うん、先に進まないというか、そのくらいのレベルを求められてるんだなっていう意味ではやっぱりすごいなっていうのはありました。もう一つ、まあ、くたちゃんのすごいところっていうと、あの社長とか、ね、あの当時の森田さんとか大賀さんにあのプレゼン資料を作るのにこっちに来て、あのいやこういうふうにプレス1、2、3ってこういうふうになっていくんだっていうハードウェアのスペック、それ1の時に言ってたんですか。1の前に言ってるわけで、1、2、3って書いて、それでピュッて1本線引いて、この1、2、3は全部あのコンパチブルなんだと、 その間に入ってるのは OS なんだっていう、 OS って言い方しないけどそれでなるっていうふうに言ってたわけ、うん、なかったなかったんだけど、そういうふうに言ってて、俺の競争相手は競合相手はマイクロソフトだからなって言ってたわけ。だ当時ぶっちゃけコーポレートにいたから単なるエンジニア的な人じゃないですか、ある意味で言うとね。それがバーンとそういうこと言って、この人やっぱちょっとイカれてるけどでもなんかすごいなっていう感じは当時から一応、後からマイクロソフト入ってくるからね、それすげえなと思ったけど、後からまあちょっとだけ上げとかないといけないからさ下げるとこたくさんあるでしょ。いや。実際ソニーが目標にしてたように、これ新しいエンターテインメントを作る、要するにおもちゃの世界からエンターテインメントに世界にするんだっていうふうなものは多分実現されていった、本当にエンターテインメント業界の一つとしてのきっかけにはなったんじゃないかなとは思ってるんですね。ですから大人も遊ぶようになる、いろんな種類のゲームを遊ぶようになるというようなことはできたんじゃないかなとは思ってるんですけど、今までと違うまあ、ゲームプレイができる、体験ができるってことによって、そのゲーム自体もたくさん売れたと思うんですね。で当然ゲームがたくさん売れればその分やはりコンテンツ、ゲームも増えていくと。でいろんな面白いゲームがたくさんできてきたと思うんですよ。
でやはりその、ね、ハードウェアの台数も大事なんですけども、やはり、まあ、みんなにとって一番大事なのはゲームが面白いかどうかだと思うんですね。でプレイステーション1の頃って本当にいろんな新しいゲーム、いろんなゲーム会社もこう 3D だからということでいろいろこうチャレンジをしたところですね、まあ、どういうことができて、でそれどうやって作ればいいかと。でやっぱその何でしょう、最近ですとその 3D ゲームの作り方っていうのがこう一般化しちゃったみたいで、まあほとんどのゲームが同じような作り方をすると思うんですね。で、まあ、当時はまあそういったゲームエンジンとかもないですから、みんながの独自の工夫をして独自の表現をしてたと思うんですね。こういったのが多分、まあ、消費者にとっても面白かったんじゃないかなと思います。インパクトという意味ではやっぱりその 3D のゲームがもうサクサク動くっていう、もうゲームの開発をしている人にとっては夢みたいなことが実際に、現実に起きたっていうのが非常にエポックメイキングだったんだと思います。で、きっかけにしてその海外でも広まって、まあ、グローバルなサクセス成功を求め、ね、得ることができたと思うんですけど、それによって、まあ、日本にその海外のメーカーがよりビジネスをやりたいって言って入り始めて、まあ、最初の頃全然ダメだったんですけど、明らかに、テイストが違うんで、で日本のゲームが最初はかなりアメリカでも受けて欧米でも受けた、最初はなんていうんですかね、まあ、経験とかでちょっと差が、その頃はまだ日本があって、それがどんどんなんていうんですかね、開発の手法だとか、もともといわゆるいろんなことをシェアする技術を持っている欧米の会社が、どんどん追いついて、で追い越して、で今はもう欧米の方がもう開発に関しては先を行っちゃってる、一部、ね、日本の会社もどんどん頑張ってらいますけど、そういう意味でなんていうんですかね、そのきっかけになったんじゃないかなと思ってます。いろんなその技術の進歩だとか、いろんなことがどん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 こうプレステをきっかけにですね、いろんなことが始まってきて、で、そのマーケットの地殻変動も起きて、で今に至ってるんじゃないかなと思ってます、はい、業界を一変させたのはプレイステーションだと思うんですよね。もちろんそれを作ったのはあの人だと思うし、ゲーム業界っていう業界だとするとちょっと違うのかなと思うんですが、もしかするとコンピューター、コンピュートリソース、コンピューターの業界が一番ある意味大きな影響を受けたんじゃないですかね。それまでゲーム機を作ること自身、チップメーカーもそれほど興味なかったんじゃないかな、そんなお金になると思ってなかったと思うし、そっから一変してゲームやり、なおかつまあそうですね、ビデオチップまで含めるとそこのきっかけを作ってるのはプレイステーションからと思うと、それ全部つながっていくのかな。華やかな部分、コンピューターの華やかな部分の大半はゲームにつながってると思いますし、そうですね、スマホですら今ゲームなしにはスマホはありえないかなとも思いますし、でもそこの一番根っこのところってプレイステーションあるのかなと思います。まあ、今僕らがビジネスプランを作った時のプレイヤーって、それこそ任天堂世代で、あとソフト会社でいうとナムコとスクエニを見てると、まあ、ここら辺をうまく抑えるとなんか結構数勢が決まるっていう人なんか感覚があったわけね。アメリカの開発会社ですらパブリッシャーですらそこまで重要じゃなかった時代があるけど、今だってとんでもないことが始まるわけじゃないですか。だからアマゾンだ、グーグルだ、マイクロソフトだ、ガファはみんないるしさ、そうですね、それでそれこそ場合によってはネットフリックスまで入ってくるみたいなね。まあ、でもね、ある意味ね、それはね、プレステ2が出る頃の映画産業がゲームに入ってくると、で結構ビビったんですけど、結局誰も成功しなかったですよね。でもクラウドベースのインフラって日本の会社も含めてあんまりゲーム会社って持ってなくね。まあだからそこで誰かがブレイクスルーを起こせるかどうかですよね。やっぱまあ面白いゲームが作れるかどうかで、
そういうのやっぱね、僕はベンチャーから出てくると思うな。そこ一番心配で、なんかここ最近ゲーム変わってないのが一番問題かなと思って。楽しみ方は変わってるよね。でも、e スポーツなんて一つの例だ。あ、そうですね、うん、そこはそうなんですけど、フリーツープレー、あとソーシャルって言われるものがそのモバイル系で入ってきて、うん、そこはちょっと変わったかなと思うけど、うん、でもそれにしてもトータルで見たらあんまりなんか最近大きな動きなくて、うん、そのハードウェアは進歩してるのにゲームはなんか進歩してない、ね、だからスーファミからプレステに変わったようなショッキングなことは起きてない。そう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 、ナンバリングタイプ。私は偶然その近くにご一緒させていただくことができた、ものすごくラッキーだと思うし、ものすごく楽しかったですし、あの時のような大きな変化というか挑戦というか革新というか起こしたいと思うし、それができてない今の自分に、自分たちにものすごくこう腹立たしいというかもどかしいというか、変わり映えしない自分が恥ずかしいですね。